お家壊れちゃったんだ。お家なくなっちゃった。大谷さん、トネスのみんな見てた。ちょっと待って。いや、うちどうこしたし、流されてしまったな。そうだ、さっきのうちに、だからね、車で避難させてくれるわ。潜っちゃった。でももうみんな車流されたからみんな行っても、いやあれしか財産ないんだよ。私もあれしか財産
手震えてるよ。だ寒いんだもん。寒いけど、なんで撮ってんの、それ。いや、初めての経験です。そりゃそうですよ、誰しもが。初めての経験です。だけどさ、あなた、なんでこんなになっちゃう？津波の恐ろしい自然災害です。だってお家の上に船があるなんて、屋根の上に車があるしさ、もう関係ないんです。どうしてちょっと誰も助けに来てくれないんだね。防災ヘリも来ないんだね。あ、でもこれそんなにすごい津波じゃないじゃん。いや、あっち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 、あ、また船流されてる。あの爆発したのはな、音なの？爆発した音？爆発で重油とか灯油とか、もういい血だもん。おしっこ行きたい。寒いからよ。トイレ行きたい、漏れた。どうしよう。来ましたね。うん、これ何パ？わかんないです、もう。テレビも何もつけてないんで。だってヘリコプター飛んでないと誰もやっぱ助けに来てくれないんだ。もう雪晴れたんだよ。晴れてももうここまで来ると。別世界ですね、気仙沼。本当ゴーストタウンだね。時になんで雪降ってんだろう。